23日、15分、サップ、気温は5度、サップ、3906、風も強い。3906キロ、はい、今日はね、モンキー110、そしてヘルメットがね、久しぶりの登場、黄色いヘルメット、ここです。準備したらね、ついにですね、長年愛用してた白い荒いのヘルメットがですね、内装のパッドが破損しまして、まあ、ボロボロだったんですけどね、まあ、消費期限もとっくに過ぎてるようなヘルメットがパーツが取れちゃってですね、で急遽、まあ、同じようにね、まあ、ほぼ色違いでサイズ違いなんですけれども、黄色いね、このヘルメット、DDR80 の黄色いね、オートバイに合わせて買った黄色いヘルメットね、シールドを付け替えて、付け替え方もね、どうだったっけって、あまりにもやってなかったんで、急遽ヘルメットを、スイッチしまして、出てきました。で、寒いんでね、本当に。多分、このね、モンキー110に付く理論計は、0度から測れるのかな。一応5度を指してました。ガレージ内で5度。さすがにね、これはまずいということで、電熱計を久しぶりにね、ソックスからベストからマフラーまでフル装備、あったかい。今のところあったかい。でね、今日はね、どこ行こうかってずっと思ってて、しまった。右折レーンで入られずに、今すぐ来ちゃった。ここどこに出るんだ、どこに繋がってんだ。いつものコース行っても面白くないし、今日もね、音声ね、今、レコーダー2つで撮ってるので、せっかくなんでね、なるべく、ここか。で、なんとなく、ここかって言った割には。まあ、安城市の方行ってみようかな。これ、まっすぐ行くのかな。ここに出れるの。あ、そういうこと。あ、ショートカットできるんだね、ここに。まっすぐ行った。まっすぐ。正面の山も、まあ、低山ですけど、雪はかぶってないね。暑い。暑い。時速、このメーターは正確かな、わかんないけど、30キロ。今多分この右手にちょっとね、見えてる堤防っぽいのが矢作側の堤防になると思いますけど、あ、
そうだね、この間ね、ついこの間ここね、桜並木っていうか、そうね、ここ桜並木のところつながるんだね。すいませんね。地元って地元なんですけど、ここに繋がってるんだ。まあ、私の理由はね、こんな感じなんで、どこ走ってるかって言われるとね、Google さんに後で教えてもらうっていうパターンかな。ちょっとね、どうしようかな。暑いぞ。止まります。止まってね、電熱計のね、設定、最弱にいつもしてるんですけど、なんかいつもじゃ暑いぞ。あ、ここね、桜並木にかけてます。ちょっと。まあ、小通り出るまで一度。なんでもなんかえらい暑いんだよな。手は冷たくなってるんだけど、最弱にしました。ネックウォーマーを最弱にして、これでいいかな。よいしょ。右行くとあっちの川行っちゃうな。使い方をね、間違えると暑いんだよな。電熱計なかった頃。あ、そうね、今日なんだね、今日出かけにね、俺はあと5年ぐらい電熱計いらねえなとか言ってたからね。まあ、体質もね、あるんだろうけど、本当はあいつ俺の子か。全然大丈夫だよって。長男はね、まあ、次男はそれほどみたいですけどね。で、娘は私に似たかな。またどうでもいい話だね。オフトバイ関係ない話ばっかだからね、私ね。うん、ちょっと、ここが4年生橋。西尾市米津っていうあたりですね。変わってきたな。新しい、ついにここ新しい道ができるんだ。ここのね、橋がね、好きなんですけど、まあブロックなんですけどね。これ端切るから、パンクするといかんで、行くのやめよっか。まあ矢木川のね、堤防をね、向こうは走ってもいいんですけど、普段とね、変わらない矢作川沿いだと、私もね、飽きてきたんで、
好きなんですけどね、まあ、たまにはなるべくね住宅地の少ないところを選んで通りたいとは思いますけれども、ね、今日風が強いんですよね。もう堤防沿いとねこの門っていうの車体だとね危ない危ないし寒い寒い。これがね23号線かなバイパス、この辺は岡崎バイパスっていうのかな支流バイパスっていうのかな、まあ、安城市だから安城バイパスっていうのかな。これ125もバイパスだと普通の国道だから乗れると思いますけど、まあ、ゆっくり行きます。これでまっすぐ行っちゃうと堤防の方行っちゃうとこっちに下に乗るかは高橋って書いてある。下に乗るかは何て言うんだろう、あの車高車かグレースっていうやつか、うん、かちょうど今ね雲が多いんですけどね、雲の合間でねちょうどお日様が差してくれてて明るくて気分的にはね、まあまあいいですよ。ちょっと左に寄りすぎじゃない、あなた。そうそうそう。右折するにしてもさ、それまでちょっと、さすがに左に寄りすぎでしょう。右岡崎。まあいいや。途中でわかるよ。仮免許、検定者。18で取ったから今55ですよ。もうすぐ40年そんなになるか。富士町来たいいよ、ゆっくり行ってね。いいよ、心はね、あります。誰にもね、車間取ってあげようかね。はい、頑張ってね。私ここで曲がるわ。